相互運用性、相互運用性、相互運用性とは様々なシステムや組織が連携できる能力に関する特性である。この用語はしばしば技術システム工学の意味で用いられるがその代わりにシステム間の性能に影響を与える社会的、政治的、組織的な要因を考慮に入れた広い意味で用いられることもある。IEEE は 相互運用性について、二つかそれ以上のシステム、またはコンポーネントが、情報交換でき、また交換した情報を使用できる能力と、定義している。電気通信では、この用語を、以下のように定義している。出展、及びの支援するより、送受信兼用の無線機において、相互運用性とは三つの特徴からなる。ソフトウェアにおいて、相互運用性という用語は、 異なるプログラムが交換形式の共通部分を介してデータを交換したり同じファイル形式を読み書きしたり同じプロトコルを使ったりする能力を記述するために使われる。相互運用性の欠落はプログラムの設計過程において標準化への配慮の欠落を招く結果になり得る。実際、相互運用性はコンピュータの世界の標準に準拠しない部分では当たり前のものではない。 ISO, IEC 2382から H, Information Technology Vocabulary, Fundamental Terms によると、相互運用性は以下のように定義されている各種の機能単位の間で、利用者がそれらの機能単位に固有の特性をほとんどあるいは全く知ることなしに通信したり、プログラムを実行したり、データを転送したりできる能力。プログラムの利用者は、 他のプログラムである場合もあり、もし校舎が相互運用性を持つことを要求されているプログラムの集合の一部であるなら、他の機能単位の特徴に関する知識を持つ必要あり得るので、この定義はいささか曖昧であることに注意されたい。この定義は相互運用性の技術的な側面に焦点を当てているが、相互運用性はしばしば組織的な問題であることも指摘されてきた。 多くの場合、相互運用性は、関係機関に重大な影響を与え、所有権の問題をもたらし、労使関係であり、ユーザビリティである。この文脈では、より適切な定義が、ビジネスプロセスの相互運用性という用語で捉えられている。相互運用性は、ネットワーク外部性などの重要な経済的影響を持ち得る。もし競争相手の製品が相互運用性を持っていなければ、 その結果はおそらく独占や市場の失敗となるであろう。このことから利用者コミュニティや政府は各種の状況で相互運用性を流す措置を講じるのが賢明であろう。例えばイギリスにおいてはと呼ばれる電子政府に基づいた相互運用性の手導が存在する。利用者コミュニティに関する限りは 中立的な第三者機関がビジネスプロセスの相互運用性のための人しを作成している他の中立的な機関の一例はインターネットエンジニアリングタスクフォースの RFC 文書である新しい技術が病院や研究所に導入される速度はますます勢いを増しつつありこれらの技術革新の多くはもし効果的に組み込まれたのであれば相乗的に影響し合う 潜在能力を持つ。プラグプレイ相互運用性医療機器をその箱から取り出し、容易に別の機器と共に機能させることができる能力の必要性が医療介護の提供者と業界の両者から大きな関心を引きつてきた。相互運用性は患者がテクノロジーを最大限に活かす助けとなり、産業界での技術革新も促す。 異なる製品を複雑で高価なインターフェースなしに組み合わせられるなら小さな会社が分野に進出して専門化された製品を開発できる。相互運用性がなければ病院は互換性のある危機意識を提供するが一領域に特化していない大きな業者に頼ることを強いられる。相互運用性は競争を推進し競争は技術革新と品質の向上を促す。 消費者向け医療機器の主要な生産者であるインテルの観点では業界が相互運用性を達成する能力に影響を与える6つの大きな要因がある。第一に相互運用性を持つ製品への需要が必要である。第二にこの分野で相互運用性が何を意味するのかを定義する標準と規則が必要である。第三に業況が製造業者にその製品を 相互運用可能にするよう促さなななければならない第四に解釈する会社にとってしばしば複雑なものになりがちな標準をより容易にするガイドラインが存在しければならない。第五に独立した検査によって適合性が検証されなければならない。そして最後に相互運用性は積極的に推進されなければならない。無線通信技術の求心は相互運用性が 達成可能なものであることを実証している。医用性対抗学の業界における現状は、まだ相互運用性のあるシステムの開発につながる途上の過程である。関心を持つ病院の潜在的な市場が存在し、相互運用性のための標準が開発中である。とはいえ、現在の業況は製造業者が相互運用性を達成するよう促しているようには見えない。例えば、 電子カルテを使っている病院は16から20%に過ぎない。エンの採用率がこのように低いため、ほとんどの製造業者は相互運用性に投資することなしにやり過ごせている。実際、相互運用性が達成されていないことにより一部の製造業者が自社の製品間の互換性を宣伝し、競争相手の製品を排除することが可能になっている。 エンアの採用を推進することにより、インテルなどの会社は必要としている相互運用性のある製品を病院が集めて活用出る環境を作ることを望んでいる。相互運用性は警察、消防、救急医療、及びその他の公共の健康や安全に関わる部門にとって重要である。なぜならば第一対応者は大きな緊急事態が発生した時に連絡できる。 必要があるから出る。伝統的に、米国の政府機関は、互換性のないバラバラのハードウェアを広く使っていたため、情報を交換できなかった。システムやシステムのような政府機関の情報システムはに、単独で機能する、いわゆる、情報のことであった。政府機関はこれらの孤立システム間に、非効率で、応急処置的な方法による橋渡しをしようと、 試みたが大きな政府機関は限定的に相互運用性のあるシステムを実現し始めていた。これらの方法は不十分であり国家の治安分野に相互運用性が欠けていることは国防総省と世界貿易センタービルへのメリカ同時手発テロ事件によって明らかになる。相互運用性が欠落していることのさらなる証明は時ハリケーンカトリーナの後始末に取り掛かった。 時明らかになった。連邦政府の状況とは、対照的に、ユタ州を含むいくつかの州は、すでに超速の進歩を遂げていた。トユタ州の他の部門は、バウンティフルに本拠を置くファポートテクノロジーズ社の技術を使い、州全体にわたるデータ共有ネットワークを構築していた。アメリカ合衆国政府は、国家の治安部門に、 相互運用性が欠けている問題を克服するために努力を始めている。国土安全保障省のオフィスフォーインターポペラビリティコンパチビリティ n d c o m は政府コム計画とカディプ計画を推進している。これらのシステムは政府機関のカナダドルと他の IT システムを統合することによってそれら政府機関を助けるよう設計されている。OIC は カテプ計画を2007年8月に立ち上げた。この計画は OIC がシリコンバレーを含む各地の政府機関と提携して進めようとしている。この計画はために最有料例を確認するために事例研究方式を用い管轄区域を越えてカナダドルシステムを結びつけることに挑戦する。これらの経験は治安政府部門が相互運用可能なカナダドルシステムを蓄し、 地方、州、及び、連邦の境界を越えて通信するために使える道具や資源を作成するであろう。相互運用性を達成するには4つの手段がある。製品工学を通して、業界とコミュニティの協調、技術と知的財産を利用できること、そして、標準の実装である。相互運用性は、専門家にとっての問題であるとみなされ。 その日常生活に対する影響は時に過小評価される傾向がある。マイクロソフト対欧州委員会の事件は相互運用性への懸念がいかに力関係に関わる問題であるかを示している。2004年欧州委員会はマイクロソフトがその市場での力を悪用して Windows のワークグループサーバーと非マイクロソフト製のワークグループサーバーとの間で 恣意的に相互運用性を制限していたことを発見した。そうすることにより、マイクロソフトは企業 IT ネットワークの革新であるワークグループサーバーのオペレーティングシステム市場において自社の支配的な地位を守ることができた。マイクロソフトはライバル企業が対等な立場で競争できるように完全で正確なインターフェース文書の開示を命じれた。2005年6月の時点では、 欧州委員会はこれを行うため、マイクロソフトによる以前の提案を不十分であるとして退りけ、新しい提案の市場試験を行っている。最近のマイクロソフトの相互運用性に関わる努力は相互運用性に対する同社の姿勢と熱意の変化を示しているかもしれない。これらの努力には、マイクロソフトオフィスのファイル形式をイクマのアファコパン、XML に移すること、および パートナー企業数社との相互運用性に関する合意を含む、それら最近の協力合意のうち最も有名なものはノーベルとの提携である。相互運用性は欧州議会でのソフトウェア特許論争でも現れた。批評家は相互運用性のために必要とされる技術に関する特許はラントライセンスの下に置かれるので顧客は ライセンス料金を二度支払わなければならないと主張ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。